先週土曜日19日、シルバーウィークの初日、東京練馬区にある特別養護老人ホーム練馬キングスガーデンでは、東京キリスト教大学と同施設のコラボ企画、岩渕誠さんと God Bless You を歌おうという初の試みがなされました。若い人たちがやっぱりこう福祉とか老人のことは全くちょっと触れ合う機会がないんですよね。ですのでちょっとでも慣れして親しんでもらうために、こういう練馬のキングスガーデンさんで、まあ、見学がてら来ていただこうかなっていうのがもともとあったんですけども、ただ来ていただくだけですとちょっとまあその辺のボランティアと同じになってしまいますんで、まあ、岩渕先生に来ていただいて一緒に歌うような、まあ、楽しい時にしようかなと思って。このコンサートイベントに参加したのは10代から20代のユースたち8名。まず本番前に岩渕誠さんとリハーサルをしました。彼らが歌う曲は God Bless You を含む全3曲。老人ホームでコンサートなんて初めてな上に、岩渕さんとの共演ももちろん初めてで緊張感漂う中、ご本人から直々の賛美指導を受け、最初は硬直していた皆さんでしたが、そこはさすが賛美リードのプロ。楽しく和やかな雰囲気で練習は進み、徐々にみんなの顔がほころんできました。あとは細かいことは気にせず自分らしく歌おうと、練習を終えた皆さん奮起していました。まあ、とりあえず元気に歌いたいです。若い力を発揮して楽しく歌います。神様の愛が伝わればいいなと思ってます。この日の練馬キングスガーデンでは敬老の日のお祝い敬老会が開かれていて、その午後の部にコンサートが組まれました。前半は岩渕誠さんソロのライブ。老人ホームでライブをするのは稀だそうですが、もちろんこれまでコンサートは数えきれない本数をこなし、震災後は東北に足しげく通い、仮設住宅や集会所でチャリティーライブをするなど、お年寄りを前に歌うのは慣れたご様子。つかみのトークから会場を沸かせ、まずは星野富弘さんの作詞「聞く」という曲でスタート。喜びが集まったよりも悲しみが集まった方が幸せに近いような気がすると歌い、心しみ入る歌詞と優しい歌声が会場を温かく包みました。楽器もギターだけでなくハーモニカやウクレレも駆使しながら、この世代で親しまれている私の青空や北上夜曲など愛唱歌もふんだんに披露し、敬老会の主役の皆さんは初めて会う訪問者の歌のプレゼントを思いっきり楽しんでいました。そんな大物ミュージシャンの堂々たるパフォーマンスを目の当たりにしたチームの皆さんは、出番が近づくにつれ緊張が高まる様子。そしていよいよ岩渕さんに招かれて仲間たちが登場です。最初の曲は母への思いを綴った星野富弘さんの詩に岩渕さんが曲をつけたペンペングサ。続いて同じく星野さんの詩で生きているから。今度は陽気なテンポで、痛みを感じるのは生きているから、悩みがあるのは生きているからと会場みんなで合唱すると、メンバーたちの緊張はほぐれ、みんな喜びの笑顔でいい表情をしています。そして最後は今回のテーマ、岩渕さんの名曲中の名曲 God Bless You を心を込めて歌い、神様の愛を伝えました。初のプロジェクトを成し遂げたメンバーの皆さん、敬老の日を祝して歌と愛のプレゼントを与えただけでなく、自分自身も受けた恵みがありました。はい、ゴッドブレスユー大好きで学校がキリスト教系だったんですけど、そこでもよく礼拝で歌っていて、友達との思い出 の曲だったりするので、そういう思い出がちょっと蘇って神様を感じました。なんか始まるまではこう、なんでしょう、初めて会う人たちだし、どうなるかなって緊張はあったんですけど、もうすごいバッチリ
って決まった感じだったので良かったです。感謝の思いとかを伝える会にもなったの、自分自身にとってもよくいい時間でしたね。ご老人の方の、あの笑顔だったりとか顔を見ながらあの賛美できて、すごいなんか自分もすごい感謝なんですけど、こうしてあのこういう方々と触れ合えるっていうこともすごい恵みだなって思います。若い人たちが自分をここの場所に運んでくるっていうか、そういう感じで参加してくれたのはすごい嬉しかったですね。こう何かをできるとかしてあげるとかするんじゃなくて、こう出会うっていうか、そこで何が起こるのかなっていうのを楽しみに来てくれたみたいな感じで、その後は利用者の方々と交流し、人生の大先輩のお話に耳を傾けたり、施設での生活について伺ったり、初めての出会いのひとときを楽しみました。岩渕さんは今回の経験から何かを得て、彼ら自身の将来に生かしてほしいと願います。今日感じたものっていうのを大事にしてもらって、でその感じたことっていうのは何なんだろうかってなんか自分なりに考えてもらって、なんか自分の中で一つの言葉とか、あるいは今日のこの光の感じとか、なんか今日のこう自分が全身で感じたものっていうのを、これからのその暮らしとか、ひょっとしたら目標とかそういうものに関わるかもしれないし、そういうのにもしね、生かしてもらえたら嬉しいなと思いますね。そんな岩渕さんの思いはすでに彼らに芽生え始めていました。実はあの今すごい芸術関係で、あのアニメをやりたいってすごい思ってて、なんかね、あのこういうのがなんか少しでもなんか僕の経験の中にあの宿るというか生かせていけたらなんて思ってるんですけど、高齢者の施設に行ってもやっぱり全面的に福音を述べ伝えるってことがなかなか難しいんですけれども、まあ、こうして岩渕さんのそのガッツプレスを歌おうっていうこの集会に参加させていただくことで、こうなんでしょう、一人でも多くの人たちにこう歌を通してあの神様の福音が述べ伝えられたんではないかなって思っています。今日は本当にたくさんの方とあの話して、また笑顔もたくさん見れて、またいい経験をさせていただきました。このことを通して将来に生かしていけたらなと思います。コンサートを終えた参加者たちは最後に福祉の働きについての話を聞きました。このイベントを講演した障害者施設ホサナホームの活動や、共催の練馬キングスガーデンからホームの紹介と職員の証、東京キリスト教大学教員から福祉学科の説明がなされ、福祉の現場のニーズ、またやりがいや祝福を知る機会となりました。まだ神様の計画されている進路を模索中の若い世代でも、この日の素敵な出会いと体験がきっとその将来に輝きを放ってとどまり続けると信じます。